音と映像に。31回目です。これにねプラス82回足すと、はい、一番最初からの配信回数っていうの。あ、もう一番最初からの本当の最初ですね。うん、そうそう、それになるよ。はい、だからいくつ214回210、本当は214回目です。一番最初の時僕いましたね。喋ってないけどね。ああ、いたね。いますね。うん、いたけど、まあいたけど32回目でいいや。あ、でね、うんと、ほら、いろんなさ、はい、あのテレビでいろんな、なんていうの、あのスポーツとかさ、競技、はい、競技ってあのテレビで放送するときってさ、あのなんていうの、こうナレーションっていうの、こう実況、あ、解説とか実況、アナウンサーが実況中継するじゃない、はい、と、あと解説してくれるじゃない、はい、もう必ずいろんなあらゆる競技に、そうですね、そう、なかなかね、ルールが実は難しかったりとかね、そうでなかったとしても普通いるじゃん。ただ単に何もなく競技をあのこう表示しているだけではないじゃん。そうですね、あの、まあ、なんかやった感を残しておこうっていうか、そういうことでもないんだけど、あの実況する人と、ね、実況中継をする人と解説をする人はいるじゃん、はい、あれってさ、シャッフルしたあかんの？どういうふうにシャッフルですか？例えば野球は実況中継する人と解説の人いるでしょ、はい、あれと将棋の実況と解説の人、解説の人、はい、あの将棋の場合はあの実況と解説する人ってあの別のところでさ、あの将棋 あのでっかい盤を、はい、あの別の部屋でね、うん、やってますね、まあ、でもそのこと言ったら野球もね別にグラウンドで解説してるわけじゃないんで、うん、あ、いやいや、そうじゃなくて別のとこでさ、はい、あのこうなんていうの、でかい将棋盤を置いてやってんじゃん、はい、で次こういう風にしますよとかってやって、あ、もう先の展開までね、先の展開とかさ、いやこの手はねーとかってやっちゃってるじゃん、いますね、うん、かなり辛辣に言う時がありますね、言う時あるでしょ、はい、静かにね、はい、あれさ、チェンジしたら面白くないかなと思って、野球で、野球であれやるの。あ、例えばですね、そう、野球スリーアウトでチェンジじゃないですか。うん、チェンジした時に、ではちょっと今の展開を振り返ってみましょう。そうそうそう、野球の場合は特に若干の毎回インターバルが必ずできるじゃん。はい、あれの時に、あの、将棋いう、うん、あの、置き盤を。置き盤みたいな。用意して。あ、こう野球盤こういうの。まあ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 、まあ野球盤、エポック社のでもいいわ。野球盤としよう。はい、あれで、あの、解説するっていう。じゃあ、名指しでどんどん行くわけやね。うん、どんどん行くよ。あ、ほら、将棋の場合はこの駒の動きがどうこうって言い方になるけど、うん、野球の場合は、まあ、ダイレクトに選手じゃないですか。うん、選手。例えば、センターのこの守備が浅すぎてあかんとかっていう話が出るわけじゃないですか。そうそう、本当はこの人ここにいた方がいいんですけどね、とかってやる。で、私だったら、ここでこの人とここでチェンジしますとかってやる。サッカーは、サッカーのね、解説は意外とやる、それを。うん、ああ、ちょっと、ま、あとインターバル長い。インターバル長いからやりやすいっていうのもあるし、うん、あの、前半後半で長いスパンの中で話をできるから、余計やりやすい。前半のハイライトとかもできるしな。うん、やりやすいんだよね。だけど、あれを、野球と将棋の人と、いや、だから野球の解説者があれをやるんじゃないのよ。だから将棋の解説。将棋の解説と実況してる人が、あの将棋の時のスタイルのまま野球の実況と解説をする。あのテンションで。あのテンションで。淡々と行くわけ、ね、そうそうそう。そして、もう当然、将棋の人が野球行ったら、野球の人が将棋行くんやからね。と、ね、いうことは、もう熱くこう将棋を語ってるの？だから、あの、将棋盤なしやよ。将棋盤なし。将棋盤なしであれ。あ、ってことは何？こう、例えば、歩を行って進めると、こう。そうそうそう。野球のように、毎回、一回ずつ、地区一突っ込みを入れるっていう。ってことは、こう、強者がこう、ぐっと前に出たりすると、うん、伸びた！そうそうそう。ああとかっていう、その、実況の人はものすごい熱い。お前、ホームランかよっていう。ものすごい実況の人は熱い上に、何、解説の人は割と、なんていうのかな。何、トンチキなこととか言うの？何、愚痴っぽいような、
愚痴じゃないな、ほら、愚痴じゃなくってね、なんていうの、嫌味じゃないけども。皮肉？皮肉っていうか、なんかちょっと、野球の解説の人って割とネチネチした感じじゃん。ああ、その、なんか嫌味じゃん。嫌味までそんな、その頭脳を使った嫌味ほど賢くなくて、うん。賢くなくて、なんか常にこう、ネガティブな言い方しかしないじゃん。はい、うん。ああいう感じでずっと行くの？解説して、解説を。将棋はもちろんやったことのある人じゃないとできないんだけど、うん、だからもちろん両方ともルールとかは分かってるという前提でね。うん、いや分かってない人がやったらそれ実況でも解説でもどっちもならない、ね、何でもないから、うんうん、もちろん分かってる人がやるんだけど、うん、そういう具合でチェンジしたらどうかなと。うるさい将棋なりそうやね。いや、野球の方は意外とこう野球のゲームが好きな人、チームを好きな人じゃなくて、うん、野球が好きな人は意外と、淡々としたので、うん、まぁ、ちょっと辛辣な感じで、ちょっと言い過ぎかよというようなのでも、うん、結構、でも、楽しめると思う、ね。将棋の解説の人の場合は、多少辛辣でも、理路整然としてるから納得いくじゃん。うん、でも、野球の解説の人って、割とその場限りの、なんかちょっと嫌な感じを、こう、悪口じゃないけど、皮肉みたいに言うから。ってことは、将棋で、こう、駒を進めてるのに、うん、この歩は根性がないとかってなるわけでさ。あ、気持ちが入ってないねとかそういう言い方を根性とは言わないけど、ここはちょっともうちょっと気持ちを入れていかないとっていう言い方をする。あ、なかなか辛いね。全くわからない解説をされてしまう、うん、将棋の人ってそんなにさ、なんていうの、いちいち熱くなったりとかしない、そういうコンセントレーションとかそういうモチベーションやなんか、あとそれと、絶対対局って長くなるから、どういう風にやっていく、その戦っていこうかっていうことをすごいこう、なんていうの、自分で作っていくじゃん、冷静じゃん。まあね、わざと時間を置くときもあるしね、うん、で、それに冷静にやってないと戦えないじゃん、勝てないじゃん。だからそんな気持ちがどうのこうのとか言われてて、お前そんなもん、そんなこと言うなやっていうのはもんやんか、うん、ということなんだけど、あえてそこで気持ちが入ってないですねっていう解説をするっていう。なるほどね。うん。これ今気持ちで来ましたねとかっていう。なるほどね。ああ、うん。あ、そうそう。今、ふと思い出したんやけど、うん、熱い将棋というか、その野球の解説に近い将棋漫画がそういえばある。うん、あの、8番ダイバーっていうやつが。うん、あれだと。じゃあそういう風でいい。あれがね、うん、ただそれは漫画としてちゃんと物語が成立するようになってるから、うんうん、あの、野球のような、どちらかというような解説にはならないんやけど。うん、あれや、そういう風に、あの、いろんな競技のチェンジしてほしいな。だから、あと、競馬と、何ですか？何行きますか？競馬と？そうですね。スピードスケート行きますか？スピードスケート。スピードスケートとかだと、まんまだから、フィギュアスケート行きますか？フィギュアスケートですか。そうですね。ああ。あのね、あまり実況することがないけど、麻雀の実況と、うん、バスケットとかの実況。ああ、それか、そうやったら、競馬とバスケットでいいよ。競馬とバスケットでいいよ。まあ、どっちもね、尺短いしね。うん、そうそうそう。短い間に起こる、うん、あの、だって競馬なんかさ、あんなに喋ることって、その前、誰かが前出たとかっていうことだけを、はい、あの、すごくディティールを入れて話をする、うん、あの、話してか、実況していくじゃん。うん、そういうように、それをバスケットで。バスケットで。で、バスケットのちょっと実況と解説っていうのが、ちょっと僕の中でいまいち見えないけど。バスケットの実況はね、サッカーの、うん、DJ の人が、うん、スタジアムで実況するのの近いかな。うん、あ、それをこう入れ替えて。バスケットの実況と解説をするように、競馬の実況と解説をする。いいですね。競馬後半追い込み解説やでね。うん、で、そこをどういう風に、その本当に、あの、バスケットの解説のようにやってもらわないといけないのよ。あの、バスケットの実況の人が競馬の実況をやりましたっていう、あの、これ、人事異動じゃないから。だから、あくまでもそのノリと、うん、そうそうそう、ノリと心意気はそのままでしょ。そのままに、その手法もそのまま、方法論をそのまま持ち込む、あの、チェンジするんやから。人と方法論をそのまま、チェンジすることによって起こるなんか面白いことないかなっていう、若干あの、なんていうの、ふざけてはいるけれども、割と真面目に考えてるっていうものなんで、あの、人事異動じゃないからね、はい、うん、
古舘伊知郎さんがニュースの番組やってるようなことではないから。ああ、ね、あのひどい目にあったよね、そういうことじゃないから。それはどうかなとちょっと思っております。はい。すいません、今、時間を見るのを忘れていました。じゃあ、曲行きましょうか。曲は何がいいですか？曲はね、何行きましょう？じゃあ、ですね、ジャンキーワルツで、はい。サイドダウン。ちょっとサーフィンやってんねんけど、ここどこだよ。もしかして流されちゃった？うわ、漂流してんじゃんこれ。やばいねこれ。あ、でもほら、あれ海岸見えてきたよ。どこどこ？あ、ほんとほんと、乗ってきたね。なんか乗ってきたね。乗ってきたね。でもどこの国あれ？ノルウェーじゃね。サーフオンザゴールデンウェイブ、ボーアイドルサーフオンザゴールデンウェイブ、Now on sale! スライスカンクラジオ行きましょうか、DVD。DVD はブリキの太鼓です。はい。ブリキの太鼓はご存知ですか？ブリキの太鼓って何ですか？童謡っぽい、童謡じゃねえや、童話っぽい感じがするんですけど。あ、全然違います。はい。ですね、ブリキの太鼓っていうのは、第二次世界大戦直前ぐらいかな。ドイツの話だけど、もうナチスがいるんですよ。ナチスがいて、あ、もう戦争入っ、突入してる、したドイツの田舎の方の話。場面の設定として。そこで、事情があって、その子思うところあって、3歳で、自分の成長を止めたっていう人の主人公の話。あ、そうだよね、うん。それは前提やで、そう、そうだよね。はい。で、
まあ、実際その映画の中では3歳で一応成長は止まってる。でその子が、生まれた時に親からブリキの太鼓をもらった。でずっとなぜか知らないけど3歳で成長止めるんやけど、そこからもうずっとなぜかブリキの太鼓は手放さなかった。で壊れたらまた新しいのを買ってもらう。あ、直すんじゃなくて新しいのを買ってもらう。で、なんかな、17、30くらいになって、30? お父さんが死んだときに、お父さんらしき人が死んだときに、はい、いろいろ思うところあって、うん、僕は成長することにした、うん。って言って、そこからまた成長する。で、成長していくところの姿は見えないけど、そこで話はゆっくり終わる。って話。うん、まあその間その3歳で成長を止めるっていうのは精神的に成長を止めるっていうこと、肉体的に見かけ上の成長を止めるっていうことは、そう、気持ちの上ではどん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 年を取っとるの。そう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 、そこからロードムービーなんで、はい、ロードムービーっていうか自分が勝手に家出をするのでロードムービーになるんですよ、はい、でその間にいろいろこう同じように小人の人とかとこう友達というか信頼関係ができたりとかするんだけど、はい、あと紆余曲折あるんやね。でその紆余曲折の間に一応経験値は経験があるから、はい、自分の中の得る経験値は上がっていくわけよ。だから何、成長したくなく成長するというのとはまた違うけど、その3歳の子があちゃんと理路整然と言葉を喋るようにはなるので、どちらかというと見かけ上の見た目3歳見かけ上だけを止めるというのが、うん、正しいね。まあ何せ3歳が成長を止めるって言ってる程度の成長の止め方なんで、うん、見かけだけだね。のロードムービー。これからなるだけこうやって単純に言える内容は単純に言ってこうな。はい。ってな話なんですよ。はい、で、なんていうんですかね。気持ち悪い映画ですよ。気持ち悪い映画って。まあまあ、いわゆるね、気持ち悪いっていうのはね、フリークス的に気持ち悪いってことですか？いわゆるキモいってやつだな、これは。ああ。キモいやね。うん。ちょっと頭のいかれた、親から、人から生まれた、人がお母さんになって、で、その人も、なんとなく、あんまり、頭がいい感じじゃない人との間にできた子供が主人公なの、オスカル君。でオスカル君もだから何せその思うところあって、その大人は汚いっていう感じでという思いがあって3歳で成長を止めたので、まあキモいわな。まあ中二病の親から中二病の子供が生まれてくるのもね。しかもブリキの太鼓を手放さないときたもんや。あ、うん、ね、いいアイテムは揃っとるね、うん、そしてミラクルボイスや。ミラクルボイスっていうのは、ミラクルボイスで合ってんだよね、はい。ミラクルボイスの持ち主や。はい、うん、やもんだから、自分が嫌なことをされると、はい、ミラクルボイスで、なんていうんですかね、主にガラスを割るね。ああ。まあまあ、わかりやすいでね、ガラス割れるのね。うん、で、何せ1970年代なんで作られたのが、はい、まあ、破壊、リアルに破壊できる、まあ、特撮であったり撮影手法からすると、まあ、ガラスが関の山かなって思う。ああ、技術的なとこで、ね、技術的な問題で、その他の方法だと何か壊れるものっていうのは遠くにあるものだったら、まあ、爆破したりとかできるんだけど、はい、近くにある細かいものってなるとね結構大変だからね、うん、うん。あ、でねこれね長いです、はい、長いんですか。長いです。何ですか、キモい上に長いんですか。長い、尺が長いです。あら。どんどんキモくなるね。キモいっすね。キモいのはね、短いと、たまに可愛いっていう変換が脳内で無理やりされるのね。もうクレイジーな感じすごいしますよ。ああ。どんどん無理ですか。まじで本物のトゥルーの小人が出てくるし、あと、ナチス、思いっきり出てくるしね。ああ。狂気がいっぱいですね。うん。でね、じゃ、あまりこれナチスは出てくるんだけど、どっちかというと、茶化してるんだよね。まさに狂気になってくね。うん、そう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 。
一生懸命そのお父さんとかナチス、ほらドイツにいるから、はい、こうナチスに傾倒していかなくてはいけないじゃない。今、まあ、世の中の流れがね、そうやった時やでね、うん、っていうのが前提の話だと。そうやわね、うん、あのチェコの人たちだと、例えばそのなんだっけ、ほらあのロボットの発案者の人、なんとかチャペックさん、それはロボット三原則を考えた人、あのロボットっていう考え方を、要はロボットの戯曲 RUR って戯曲を書いた人、なんとかチャペックさんの、お兄さんが、あのまあ、実際のロボットっていうのって出したらええやんっていう、あのなんていうの、実際その考えてる時の実際の発案者はお兄さんなんだって、うん、でそのお兄さんはあの実際ナチスに捕まって殺されちゃったんかな、最終的にね、まあ、そういう運動もしてたっていうのもあって、うん、これなんだか、そういうこともあって、あのナチスに占領されていく国の人たちっていうのはやっぱちょっと戦う意思っていうのはあったみたい。あ、うん、あの生きていくために迎合する人もいれば、うん、あの生きていくために反対する人もいたけれども、その力はどちらかというとその周りの外国には多かったんだけど、うん、やっぱドイツはもともと経済的な不況もあったから、うん、あのまあ、ナチスだってナチスがもともと悪いっていうところから始まってないので、当たり前やけど、うんうん、まあね、悪ですって言って従う人間はなかなかいないね。私は悪者ですって言って何かを始める人って多分いないので、うん、まあね、自らショッカーに入りますっていうのはね、かなり病気な人でね、うん、でもだってナチスのハーケンクロイツだってスワスチカって言って、もともとはあの幸福のマークなんで、うんうん、あのなんていうの、悪の紋章じゃないのよあれ、うん、あの幸せの、だって本当にあれ第二次世界大戦中でもフィンランドはあれをあの幸福のマークとして使ってたから、うん、で日本だとひっくり返しになっちゃってるけど、はい、まあ、まんじはそうね、悪い意味じゃ、同じような意味で幸福の、はい、ね、マークでね、意味をしてるから、はい、とな具合でナチスに傾倒するんだけど、なんか周りはそんな感じがあんまりしないの。まあそうしないと生活していけないよ、生きていけないよねっていう程度であって、うん、そんなに一生懸命じゃないの、うん、っていうのがちょっと周りに出てたりして、まあ、一かし、なんか、何、ナチスは出てくるんだけど、まあ、きちんと見てるっていうか、まあ、構成としては、構成というかその後から見れば悪かったよねっていうのをちゃんと出してる。でもまあそういう映画じゃないんで、その戦争良くないとかナチス良くないとかっていう映画じゃないんで、まあでも見るとそんなんっていうところですね。うん、そう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 、うん、まあロシアも侵攻してくるしね、はい、なあとこですな。じゃあ狂気がいっぱいな映画ですね。そうだね、これだからもう今から何年前、30年前、もっと前、35、6、70何年、79年やと30年ぐらい前かな。30年ぐらい前、30年ぐらい前ですよ。30年ぐらい前、70年代の映画だよな、はい、70年代の映画としたら、あ、そうそう、僕ね、これね、もっと前の映画だと思ってたの、60年代だと思ってたの。70年代で言うと僕が生まれたぐらいの年代。だって70年代って、ってたって79年だから、はい、もうほとんど80年じゃん。はい、うん。比較的新しいですよ。古くはないですよ、うん。でも全体の雰囲気としては、すごいクラシックな感じがする。うん。ってことは、それは、ね、そこは狙って作ったんじゃないですか。狙って作ってるとは思うけど、うん、で、まあ、原作はあっても、こういう何、わざわざ、戦時中の、その、何、でね、別にね、わざとドイツじゃなくてもいいような気がするんだけどね。うん。なんか、その、何、その時の風俗っていうかさ、うん、まあ、が、ドイツで、ドイツというか西ドイツで作られた映画だから、ドイツだっただけの話だとは思うんだけどね。あ、じゃあ、まあ、うん、そんだけやね。でもこれ
ほら、最近さ、みんな言うじゃん、ハリウッドの映画はなんか子供向けみたいなのばっかりでとかさ、あ、言いますね、言うじゃん、はい、うん、で日本の映画はどうしたこうしたとか言うじゃん、はい、これ見たらいいよ、ヨーロッパの映画だし、はい、うん、首が座った感じでいいと思うよ、うん、あね、ちゃんと見れ、だって見る力があれば、はい、別にでどういう映画が見たいのって思ったりするやんか、そうやっていう人、まあ多分映画自体が嫌いなんだと思うけど、ああだからテレビドラマが見たいだけだと思うでね、うん、軽いのがいいんじゃないですか、うん、ああこれはね、これはあ、そっか、バカは風邪ひかないかということですよ、あ、うん、そっか、だからこれを見て、あ、キモいって思わないわけだよな、はい、映画見るそのだから見方がわからなければ、うん、ライトなユーザーっていうよりももっと前の状態やと思うので、そうよね、うん、ああそっか、じゃあ何ですか、まあとりあえず見といたらいいと思う映画の一つですよこれ、はい、でも狂気が、もう聞いただけだと狂気がいっぱいなんでね、ああまあこれは気持ち悪いねって思うよ、うん、ああ気持ち悪い気持ち悪いってのもよまあ耐えてみてください、うん、あでもこれは何見といて損はないというよりも、はい、ブリキの太鼓って言われたら、ああ、あれねっていう風に思えるぐらいの基本やよ。わりかし、これ。この映画は。じゃあ、自称映画好きな人たちはぜひ。あ、もうこれは見てて当たり前あ。あ、でもあれかな、自称映画好きな人はもちろん知っててもう見てるから、今更かな。これ常識です。あ、そっか。ブリキの太鼓は常識です。じゃあ、これからの方で。そうですね。はい。はい、じゃあ、ブリキの太鼓は見といてね。じゃあまた来週。